こんにちは、丸谷彩乃です。ポケットモンスタースカーレットを続き遊んでいきたいんですけれども、視聴者さんからスカーレットの本編がクリアできてなかったとしてもダウンロードコンテンツで遊べるよと教えていただいたので、今回からスカーレットの本編とそしてダウンロードコンテンツの緑の仮面と両方同時に進めていきたいと思います。ということなので、早速ダウンロードコンテンツの緑の仮面で遊んでいきましょう。ロト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 、なんだろう。どうも、あやのさん、ジニアです。ジニア先生よ、どうしたんですか？宝探し中すいません。何？実はアカデミーでは毎年この時期に他校と合同で、林間学校を実施してるんですが、なんと、あやのさんがそのメンバーに選ばれました！まだ宝探し始まってすぐなんだけど。林間学校の行き先は、北上の里という東方の地です。場所が遠いので今回は特に参加人数を絞ってまして、行けるのはすごい確率なんですよ。詳しい説明はアカデミーエントラスホールで行います。もちろん強制ではありませんが、またとない機会ですので、興味があれば参加してください。それではよろしくお願いします。宝探し始まったばっかりなんだけど。そうか、じゃあ、アカデミーに戻ってきてって言われたから、アカデミーに戻りますか。よし、アカデミー着いたけど、あ、これだ！ジニアくんが言っていた林間学校の生徒は、この人や。この人に話しかければいいのかな。もしかして、君がそうだね。林間学校に選ばれた、名前は確か、アヤノンです。そうです。アヤノンくん、元気いっぱいでとても輝いてるね。輝いてるでしょ？おお、テラスタルオーブを持ってるのかい？さすが資源が潤沢なパルデア地方の学校。いや、君が特に優秀なのかな？優秀じゃないよ。何もだって学校で学んでないもん。おっとすまない。申し遅れた。私は、誰？ブライア先生。遅れてすいません。ブライア先生っていう人なんだね。あやのさん、入学早々林間学校に行けるなんて、とってもラッキーですね。いいなぁ、僕も行きたいなぁ。一緒に行きますか？おほん！怒られてるよ。あ、ブライア先生、失礼しました。ニコニコしてる。ご紹介に預かった、私がブライアだよ。ブルーベリー学園で教師をしている、ブルーベリー学園っていうのがあるんだ。一種地方の学校の、教務主任さん。一種地方？今年はブルーベリー学園が生徒の引率を担当するので、あやのんくんを迎えに来たのさ。迎えに来てくれたの？北上の里は、田園風景が有名。ひなびているが不思議な場所でね。え、田園風景めっちゃいいじゃん。パルデア地方のテラスタル現象と同じエネルギーが検出されているんだ。私も引率ついでに、調査できるのが楽しみなのさ。へぇー、どんなところなんだろう。いずれはパルデアの大穴内部もじっくり調べさせてもらいたいね。大穴はでも、校則違反だって言ってたよ。あそこはポケモンリーグやクラベル先生の許可がないとなんとも。わかっているとも。申請はしているので良い返事を期待しているのよ。申請してるんだ。むむむむむむむ。悩んでる。どうしたの？あやのさん、置いてきぼりにしてすいません。そうだよ、二人で盛り上がらないでもらっていいですか？とにかくですね、林間学校は宝探しの舞台のパルデアの外まで広げられるまたとないチャンスです。図鑑アプリをアップデートするので、スマホロトムいいですか？図鑑がまた違うんだ、あっちと。ありがとうございます。図鑑も埋めていきたいね。北上図鑑が追加された。北上図鑑っていうのがあるんだ。はい、完了。これで北上のポケモンも登録しまくりですね。たくさん捕まえないと。親御さんの許可を取ってますので、ぜひ楽しんできてください。いつの間に？いつの間に許可取ったの？ありがとうございます。北上ってでもどうやって行くんだろう。行き道があるのかな？ジニアくんはわかりやすくてチャーミングだね。わかりやすい。何が？さて、あやのんくん。北上の里へは飛行機やバスを乗り継いで長旅になる。飛行機やバスを乗り継いでいくの？北上の里へ旅立つ準備ができたら声をかけてくれるかな？え？そんな長旅になるんですか？いやでも、北
高見のお里にちょっと出発したいので行きたいと思います。綾乃くん、北上の里へ旅立つ準備はできたかな？特に何も準備はしてないけど、まあなんとか現地に行ったらあるでしょう。よろしくお願いします。よし、他の生徒が揃ったら出発しよう。メンバーはくじ引きで決めて、みんな初対面との情報だ。くじ引きで決めたの引率としてついてくが、私自身も楽しませてもらうよ。どんなところなんだろう。ところで君はスカーレットブックを知っているかな？スカーレットブックってなんだろう。知らないです。教えてください。おや、意外だね。この学校にも寄贈されているはずよ。あやのまだ学校に来て間もないから全然何も知らないんです。その本の著者ヘザーは私の先祖にあたるものでね。へえ、すごい。私は彼のオリジナル本も持っているの。ふん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 。あ、それがそれ？見たまえ、出版された本では塗りつぶされて読めないページさ。出版されてるのに塗りつぶされて読めないページがあるの？円盤のポケモン？観測隊員とはぐれた時、大穴の奥底で私は不思議な物体を見つけた気がする。ポケモンなのか、生きているのか、それすらわからない謎の存在。彼の外殻は六角形に多層的に重なった構造になっており、宝石よりも光り輝いていた。その形はまるで円盤のようだ。へー。円盤のポケモン？この生物を仮に、セラパゴスと呼称するが、彼の体そのものが、ポケモンを輝かせ、結晶化させる要因となる物質ではないかと推測する。へぇ、テラスタルとじゃあ関係がありそうって感じなのかな。描かれているポケモンの名は、テラパゴス。ヘザーがエリアゼロのさらに奥で出会ったという、謎のポケモン、エリアゼロの。エリアゼロに行ったことがないんだよな。世間には信じられてないがね。なるほどね、幻みたいな感じなのかな。私の夢はテラパゴスを見つけ、ヘザーの正しさを証明すること。とはいえ、エリアゼロに入る許可は未だ得られてない。そうだよね、危ないって言ってたもんね。いや、何？大丈夫さ、今できることをするつもりだよ。フライヤ先生、用意できました。よろしくお願いします。この子たち一緒に行くのかな？全員揃ったようだ。4人しかいないの？それではみんな、北上の里へ出発だ！レッツゴー！楽しみだな。どんなところなんだろう。ワクワクする。あ、すごい！飛行機のアイコンが出てる。すごいすごい。しかも海竜が横飛んでるんだけど。かわいい。海竜の方が先行っちゃった。わー、どんなとこなんだろう。あ、すごーい！ゼロの秘宝！来ましたー！ゼロの秘宝。わー、なんかすごい、ドキドキする。楽しみだな。前編、緑の仮面。おー、新しい位置に着きました。ドキドキする。田園風景が広がってるって言ってたもんね。あ、でももうすでに田園風景が見えてる。やっと着いたー！田舎町って感じなのかな。飛行機飛ばす座りっぱなしでお尻が痛いわ。そりゃそうだよね。長旅ご苦労様。みんな揃っているかな。はい、揃ってます。いいな、このバス停みたいな感じ。さて、ここが北上の里。今から始まる林間学校の舞台だ。林間学校とか小学校の時にあったな。めっちゃいい風景じゃん。こういう風景大好きよ。私も来るのは初めてだけど、田園風景が輝いているね。めっちゃいい。その先は水力ターン、私たちの拠点となる村さ。林間学校ってことは何泊かするのかな。先生ちょっと気分が悪く、大丈夫？バス酔いとか乗り物酔いしたのかな。それは大変だ、乗り物酔いだろうね。しばらく田園を見ながらみんなで一休みとしよう。その方がいいよ。あやのんくん、ちょっといいかな？なんでしょう。私たちの到着をこの先、水力タウンの公民館の管理人さんまで知らせてくれるかな？はい、わかりました。体調不良の生徒がいることも伝えてくれるとありがたいよ。伝えます。もちろんです。任せてください。うん、頼もしいね。私は彼のお世話をするので、よろしくお願いするよ。任せてください。行ってきます。どこに行けばいいんだろう。さあ、水力タウンへ向かおう。水力タウンっていうのは、どこにあるんだろう。
この道を、あ、え、マップの切り替え。マップアプリ上で、L ボタン、R ボタンを押すと別のマップに切り替えれます。羽のマークがついている場所は、今いるところと違うマップでも空飛ぶタクシーで移動できます。あ、めっちゃ便利じゃん。で、水力タウンっていうのは、ここの道をまっすぐ行ったところにあるってことね。オッケー。じゃあ、ちょっと、行ってみますか。待って、でももうすでにさー、わー、待って、いっぱい、かー、めっちゃいっぱい気になるポケモンがいっぱいいるけども、まずはね、体調不良の子がいるから、先に知らせないと。きっとね、村に行ったら、ベッドとか、ね、布団とか、あると思うからさ、うわ、めっちゃ、わ、ウパーがいる、ウパーがいる、く、気になるけど、気になるけど、まずは、生徒を助けたい。へぇ、わー、すごーい。田舎町って感じがして、すごい好きですね、私。あ、着いた。誰かいる。あそこに行けばいいのかな？すごーい。いい町や。誰かいるね。喋ってる。驚かれてる。姉ちゃん！あれ！あれ！めっちゃ驚いてる。なに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 ？急に驚かれて何だろう。誰ですか？あんたがパルデア地方のアカデミーの生徒ってやつ？そうですけど、かっこいい。かっこいい、ほんと！ありがとう。すぐに黙って。私はゼイユ。残念だけど、よそ者は水力タウンに入れてあげないの。え？そんな意地悪しないでよ。どうしても入りたいなら、私と勝負しなきゃダメ。姉ちゃん、戦いだけ縛る。すぐうるさい。弟は無視していいから。え？いきなりバトルしないといけないの？それじゃあ位置につきなさい。拒否権はなしということですね。でもバトルしてる場合じゃないんだよ。体調不良の子がいるのをたっぷり遊んであげる。いやー、ド S なお姉さんや。ねえ、何使ってくるかも全然わからないやん。ポケモントレーナーのゼイユが勝負を仕掛けてきた。ねえ、BGM めっちゃかっこいいな。ポチエナや、ポチエナ、かわいい。さっきもいたよね、田園風景のとこに。私今 B クイーン一番前にしてたっけ。全然記憶が。ようこそ北上へ。まずは土の味をし、なんて言った。でもこっちは羽休めがあるからね。一旦、威張るして、混乱させたい。威張るして、怒らせる。で、混乱になってくれたら一番いい。攻撃が上がっちゃうけどね。よし、オッケー。混乱してくれた。で、自分にね、攻撃する可能性もあるからね。自分に攻撃してくれ。来たー。北上の精霊どうだった？私も心苦しいんだけどね。やめてよー。いいんだ、こっちはね。羽休めというね、とっておきがありますから、回復できますからね。回復していきますよ。はい、満タン。で、向こうはね、混乱してるから、自分に攻撃する可能性もある。噛みつかないで！なんで自分に攻撃するにならないんだ。いいよ、乱れ引っ掛け。いけいけー！よし、いいよ！いいよ！いいよ！2回当たった。もう赤ゲージだよ。混乱してるから、向こうは。自分に攻撃する可能性もある。噛みつく攻撃。わ、全部当ててくるな。自分が混乱してると絶対に自分に攻撃しちゃうのに。とどめ針。とどめ針ってなんだろう。とどめ針。この技を使って相手を倒すと攻撃がぐーんと上がる。あ、じゃあこれやっとこう。まだだって3体ありもあっち。オッケー、効果抜群。よしよしよし。ふーん、タイプ相性知ってたんだよ。なになに、なんでそんなこと言うの？意地悪だな。こちえなくん、ありがとう。よしよし、勝ちました。そして攻撃がぐーんと上がりました。ロコンを入れ替えようとしてる。それはね、入れ替えないとやばい。え、でもロコンってさ、2パターンいるんだよね。どっちなんだろう。とりあえず入れ替えるがベストな気がするから、入れ替えて、でもどうしよっかなっていう感じだよね。どうしよう。一旦きなこにしよう。一旦きなこを入れ替えて、
ちょっと様子を見よう。どっちなのかわかんないし。ゆけきなこ、頑張れ。一緒に行くぞ。ロコン。どっちロコン？ノーマルロコンね。オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあ一旦ちょっと穴を掘るをして、一旦身を隠す。で、相手が何を出してくるかを見たい。金縛り。きなこには当たりません。よしよしよし。で、穴を掘る攻撃がドカーンと当たりまして、効果抜群。ロコンちゃんバイバーイ。可愛かった。私もロコン捕まえたい。ナイスきなこ。待って、チャデスって何？チャデスってなんだ。入れ替えとくか。入れ替えてちょっとゴロリ出しとこう。入れ替えてゴロリね。ゴロリ頑張れ。ゴロリ頑張れ。チャデスって何かわかんないけど、いけるぞ。ゴロリ、行けゴロリ、頑張れ。よし、一緒に戦おう。チャデスってなんだ。新ポケか。チャデスなんだこのポケモン。え、なんか お茶、茶、お茶茶です。なるほど、お茶のなんかあれかな。ってことは何タイプだろう。エスパーっぽい感じもしなくもないけどな。一旦あくびで寝かせるか。あくびして次のターンで寝かせる。何出してくるんだろう。殻にこもる。防御を上げてくる。防御を上げてくるけど次のターンで寝ちゃうかな。焼き尽くすか。焼き尽くす、いけ。おお、いいぞ。眠る前にも倒してしまったけども、いいですよ。ナイスゴロリー、よく頑張りました。よしよし、驚いてる。悔しそうあんた、なんなのよ。いや、こっちのセリフだよ。急に勝負仕掛けてきて、なんなんよ。賞金もありがとうございます。めっちゃ驚いてるわやじゃあ、姉ちゃんに勝っちまった。悔しい。私が負けるなんてありえないのに。いや、そんなことはないよ。私もちゃんと経験を積んでますからね。ま、ギリギリ合格ってところかな。仕方ないね。あんたなら、私の射程として、村に入ってもいいってことに。射程？こりゃー、勝手に何やっとるー。誰？ち、めんどくさ。行くよ、すぐ。姉ちゃん待ってー。兄弟なのかな？困った顔してる。いやー、どうもどうも、アカデミーの生徒さんですよね。私は村でいろんな施設を管理している管理人でして、皆さんのお世話をさせていただきます。あ、なるほど。あんたさん、さっきのあの兄弟から変なことされませんでしたか？されました。されたけど、何もなかったってことにしとこう。いやー、あの子ら、特にゼイユはどうも昔から手がかかる子で、ご迷惑かけてたらすいませんな。大丈夫ですよ。優しそうなおじいちゃんや。なんとバス停で体調の悪い生徒さんが、すぐにお薬を持ってお迎えに行きますんで。優しい、ありがとう。あんたさんは先にそこの公民館で待っててください。それではどうも、ありがとうございます。優しい人でよかった。すご。じゃああれだね、ここに公民館に入れるのかな。なんだ次は固まった。あ、ストーリーが始まった。公民館の中に入れるのかな。皆さんこちらです。早っ治ったんかな、大丈夫。あやのんくん、伝言ありがとう。彼の体調も良くなってよ。お薬が効いたんだね。はい、こちらが公民館。これから皆さんが寝泊まりする施設です。なるほど。予定ではブルーベリー学園の生徒さんと合同で宿泊のはずだったんですが、オレンジアカデミーの生徒さんだけで使っていただくことになりました。あの子たちはこの村がふるさとだからね。そうなんだ。それではさ、さ、中へどうぞどうぞ。合同じゃなくなったんだ。さ、さ、ずいずいずいっと入っていただいて。わー、のびのびできそうな場所や。あ、土足で大丈夫ですよ。泥汚れがひどい時は入り口の水道で洗ってくださいね。なるほど、そのまま上がっていいのね。お、優しそうなおばちゃんがいる。内装綺麗でしょ。新しい施設なので都会にも負けない設備が揃ってますよ。手前のやつがすごい気になる。なんか人参が刺さってる。すごい、なんかいろいろあるね。ここはフリースペースです。テレビを見たり雑談したり自由に使ってくださいね。
食堂はあちらで、トイレはあちらで、めっちゃ説明してくれる。休むときは、あちら奥の部屋を使ってください。個室はちゃんと人数分ありますからね。説明はこんなところですかな。何か困ったことがあれば、受付のスタッフに言ってくださいね。ご説明感謝します。ありがとうございます。では、これからお世話になるスタッフの皆さんにご挨拶しましょうか。お世話になります。よろしくお願いします。お世話になります。礼儀正しい子ばかりでおじさんとっても安心です。自分の家だと思ってくつろいでくださいね。今日は長距離で疲れたでしょう。少し早いけどディナーにしましょうか。お腹すいた。食べたい。いっぱい用意してるので遠慮せずおかわりしてくださいね。はーい。ごちそうさまでしたー。お腹いっぱいになった。夜は自由行動ですが、林間学校本番は明日の朝から。寝坊しないように早めに寝るようにね。わかりました。おー、今からはじゃあ自由時間みたいな感じなのか。人にちょっと話を聞いてみようかな。あ、すごい、トイレがちゃんとある。男子トイレだ、女子トイレだ、多目的トイレだ。これ気になる。これなんだろう。生け花で作られた鈴ポケモンだ。生け花なんだ。なんか人参が刺さってるように見えるけど、かわいい。ようこそパルデアの学生さん、ようこそいらっしゃいました。ここ北上公民館では観光支援をしています。お持ちのスマホロトムでバッグなどを開いた時の上下の枠の色、今いるマップによって色が変わるようになっているんです。スマホロトムの上下の色枠、設定変更されますか？え？マップで変わるにしよう。どんな感じなんだろう。それでは今のまま北上観光をお楽しみください。なるほど。北上の味はお口に合いましたかな？美味しかった。何食べたのかわからないけど。林間学校ってどんなことするんだろう。ドキドキして寝られないかも。いや、移動したりとかさ、自分の家じゃないところで寝るとさ、絶対寝れないんだよね。ひぃ、俺の部屋、虫ポケモンが出た。虫が苦手なのかな。あ、フリースペースとかもいっぱいあるね。ゴミ収集カレンダー、健康診断のお知らせ、リンゴジャム手作り体験申し込み用紙、生徒募集、管理人のカラオケ講座。管理人さん、お歌が好きなのかな。興味があれば、自由に持って行って行ってみたい。なるほどね。北上の料理、ヘルシーなのに美味しい。どんなのやつ食べたんだろう。会議室のようだ。特に用事はない。ブルーベリー学園の生徒は明日から合流させてもらうよ。ぜひとも仲良くしてほしい。なるほどね。これ外には出れるのかな。外を 出歩くのやめよう。あ、オッケー。じゃあもう中に入るしかないのね。オッケー。じゃあ先生、管理人さん、おやすみなさい。よし、今日は休もうか。はい、休みます。になりました。おはようございます。みんなおはよう。よく眠れたかな。本日からブルーベリー学園の生徒も一緒に行動させてもらうよ。自己紹介をお願いできるかな。え、戦った人たちやん。はじめまして、善友です。よそもアカデミーの皆さん、仲良くしてくださいね。うふふ、全然違うじゃん、キャラクターが。すぐりです。恥ずかしがり屋さんなのかな。二人はこの村の出身なんで、何かあれば助けてもらってください。ちゃんと助けてあげなさいよ。はーい。あ、それでは林間学校の課題を説明しますね。課題の内容はオリエーテーリング。皆さんには二人一組になって北上の里に設置されている三つの看板を見つけてもらいます。看板には北上の昔話が書いてありますので、読んで歴史を知ってもらい、看板と一緒に二人のツーショット写真をスマホやカメラで撮影してください。三つの看板でツーショット写真を撮れたらミッションクリアです。いわば、北上の歴史を探索するオリエーテンリングツアー。なるほどね。おじさんから長い話を聞くより、全然面白そうでしょ？なんと趣向を凝らした課題ですね。素敵や。そうだ、みんなに贈り物があるんでした。何？贈り物？ロトリボを。ロトリボ、もしかして、もしかしてこれは自撮り棒的なやつですか？ロトリボ。
ロトリ棒。あ、やっぱそうだよね。スマホロトメが乗ってくれる棒。自撮りモードを使うともう少し遠くから撮影できる。すごーい。なるほどね。自撮り中に X を押すとロトリ棒を使って撮影できます。もう少し遠くから撮影できるので、友達やポケモンと一緒に写真を撮るのに便利です。なるほど。めっちゃいいものをもらった。ありがとうございます。都会で流行ってると聞いたので、撮影の時にぜひ使ってください。私が考えたナウイ、自撮りポーズも教えちゃいますね。管理人さんから、キメ顔エモートを教えてもらった。え、なに、キメ顔キメ顔エモートってどんなやつなんだろう。ナウイ?ナウイって意味、どういう意味なんだろう。林間学校は、学校間の交流も目的の一つです。北上に詳しい人がいた方が有利な課題でもあるので、できるだけ他の学校の生徒とペアを組んで交流するようにね。はーい、わかりました。あんたあやのんって言うんでしょ。へえ、私らと交流して、しに来てくれたんだ。いいえ、違います。喋りかけてみただけ。話しかけといて違うの。あんた変なやつ。そうだ、昨日からすぐが弟があんたに夢中なのよ。家でもあんたのことばっかり話してて本当にうるさいったら。そうなの？バカ姉ちゃんなんで言うの？あ、そうなんだ。本当なんだね。誰がバカだ？手が出るよ。かわいいな。一丁前に恥ずかしがってる。この子、口下手でさ、自分から言い出せないだろうし、あんた弟と勝負してやってよ。いいですよ。もちろん。あんたって意外と優しいんだ。弟も喜ぶよ。弟思いなのね。すぐ、あやのんが勝負してくれるって。え？もちろんいいですよ。わやじゃ、いいの？もちろん。いいの。それじゃあ一人つきなよ。みんなも場所、空けてやって。優しいじゃん。俺、蹴っ張るね。蹴っ張るって頑張るって意味だったよね、確か。どっかの方言だった気がする、蹴っ張るって。よし、よろしくお願いします。ポケモントレーナーのすぐりが勝負を仕掛けてきた。よろしく。おたちがいるんだ。いいね。さあ、行きますよ。わあ、夢みたい。嬉しい、戦えんの。めちゃくちゃ嬉しかったんだろうね、きっと。後ろでお姉ちゃんがめっちゃ頑張ってって応援してる。よし、じゃあ行きますか。乱れひっかき。いけいけー。ドーン。急所に当たりまして、もう一丁当たる？そんなところ当たるなんて、運も実力、一発だけか。もう一回当たる。よし、オッケー。お立ち撃破。よしよし、2回当たって。めっちゃ管理人さんも応援してくれてる。ヤンヤンマか。ヤンヤンマは入れ替えますね。入れ替えてゴロリにしましょう。ゴロリに入れ替えて。ヤンヤンマは飛行タイプだからね。飛行虫だから。きなこでもよかったかもしれないけど。いけゴロリ、頑張れ。よし、一緒に行こう。ヤンヤンマ。さっきもいっぱいね、トンボのところに飛んでたからね。トンボのところに飛んでない。トンボのところじゃなくて、田んぼのところにいっぱい飛んでたからね。よし。焼き尽くす！いけいけー！けっぱりヤンヤンマ！風を切って！何？なんか、変身する？しないか。いや、勝った！うわ、やばい！急所に当たった。焼き尽くす！いけー！よし、効果抜群。ヤンヤンマ撃破しました。弱点差いっぱい疲れてる。よしよし、ヤンヤンマを撃破。いいですよ。よし、そして勝負に勝ちました。ナイス、ありがとうございました。頭抱えてる。ファイヤーじゃん。よしよし、やったね。ナイスファイト、ありがとう。交流試合お疲れ様。青春がストライクだね。やっぱおばじゃ強い。あやの強い。すぐは私の次ぐらいに強いのになかなかやるよね。オリエテーリングだっけ、二人組でやるやつ。あんたさ、あれすぐとペア組んであげてよ。え、なるほど。え、ダメ。何がダメよ。私ら組んでも意味ないし。あやの以外のよそ者とやんの？それは、いいよ、一緒に行こうよ。これ照れてるだけ。私は適当にやるから、弟のことお願いね。もちろんです。
スムーズにペアが決まったようですね。それでは皆さんのスマホロトムに看板の場所を登録しましょう。ありがとうございます。すぐくんよろしくね。それではオリエテーリング開始です。傷薬やモンスターボールなど道具が入り用になった時はあちらの桃沢商店でお買い物をしてくださいね。看板さ、村の西のリンゴ園の先、トモコプラズから行くのがいいよ。近いし順番通りで分かりやすい。俺、迷惑さかけるし、離れてついてくから、そんな喧騒しなくてもいいのよ。一緒に行けばいいよ。後ろでゆっくり行ってたのに。めっちゃ早く行っちゃったよ。